ティカの豆だとザーデです。皆さんこちら知ってるでしょうか。でーん、透明なミルクティーってやつですよ。サムネ撮ろう。今日のうちは違う、目乾いたわ。これミルクティー味するらしいんですね。信じられる？信じらんねえよ。水よ。今日はただの南アルプスの天然水、紅茶家庭で買ってきましたので、何パーセントこれがミルクティーを再現されているのかっていうのを、私たちの正直な感想をちょっと述べたいと思います。アイケです。オッケー TV です。オッケー TV パラスティカ。あ、映したいの？俺もね、もうちょっと言うね、映したどれ忘れる、忘れな、これを、あ、それな、それが正解だ。うちら見てるでしょ。一旦水飲むわ。豆田さんは毎日2リットル水飲む。あ、やばい。何？あ、ね、ダメだよ、そんな力んじゃん。なんでこんな潰すの？おかしいよ、この人。だって開けないとも。開けなきゃダメよ。こうやって水だらけじゃねえか、ここ。どう？普通の水よ。普通のお水。うちは気に入ったらすぐこうなってるからね。うん、やばい。これ美味しいよね。美味しい。あ、うまい。ね、女子はミルクティー大好きなのよ。大好き TV よ。開けますね、皆さん。オープン。頑張れ。無理無理、絶対無理。こんなん硬すぎ。硬くない？あ、やばいわ、これは。これはおかしい。開けました。開けました。どう？思った以上にミルクティーですごいんだけど。嘘。すごいね。なんでさ、水でさ、ミルクの感じ出せんの？ほんとだ！やばくない？蜜打って飲んだら、ミルクティー飲んでるわ。さっぱりしたミルクティーって感じじゃない？全然薄く感じないもんね。ねえ、びっくりしたんだけど。全然薄くない。透明なのにさ、なんでミルクの味すんの？何パーセント？これゼロだとしてさ、70% がいくかな。私もう 80% ぐらいいくわ。水はじゃあ OK だけど、ジュースはダメですって決まりある学校だったら、これラベル剥がしてワンチャン持ってけ乗るぞ。悪いことしてた、うちら今。うちら今悪いことしました、みんな。これは叩けボンゴだ。お響けサンバだったな。うん。いや、これちょっと飲んでほしいな。なんかこの感動は多分さ、みんなと多分意外とさ。いや、こんなんどうせさ、なんかちょっと味ついた。なんか変な薄いてんの。思ってるかもしんないけど、そう、いや、思ってる以上にミルクティーだから、え、なんでですか TV って言ったもんね。え、なんでですか TV。 イロハスとかからもさ、いろんな味出ててさ、透明の味ついた飲料水めっちゃいっぱい出てるよね。いや、うちらにしたら珍しい、ただの商品デビューみたいになっちゃったけど、そう、これはすごいぞ。新しすぎて気になってちょっとやってみようって思って、そう、飲み比べしてみたけど、うん、高評価です。コンビニにいっぱい売ってたので、ぜひ気になる方は飲んでみてください。うん。パラスティカ。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画を聞いてくれたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、パラスティカでした。